じゃやっぱさ、じゃあ私ね24歳じゃん。私。じゃあこの前の電話のことじゃない。24歳じゃん。で、彼女まあちょっとだけ年下なの。そんでさ、なんつうのかな、やっぱりさ、もう結婚するとかなったらさ、なんかある程度さ、経済力って必要じゃん、女にも。絶対。絶対的に必要じゃん。女性にも。俺の稼ぎだけじゃ子供二人を大学生にできねえだろ、どう考えても。俺子供二人欲しいんだよ。俺が、例えば年収1000万稼いだとしても厳しいんだよ、それは。俺的に。若いうちはいいよ。若いうちはさ、なんつうの、俺の稼ぎだけでやっていけっけどさ、子供できた時にさ、厳しいだろ、どう考えても。奨学金じゃ、中途半端なんだよ。奨学金も借りれねえじゃねえかよ。その微妙な、俺の微妙な年収じゃ。だろ？ちげんだよ。ちげんだよ。じゃあもっとこういったゆとりを持って生活したいんだよ、ゆとり。ゆとりを持って生活したいんだよ、俺は。ああ。だからさ、彼女にもさ、しっかりさ、働いてほしいんだよ、本当に。しっかりとした職に就いてほしいんだよ。60まで働ける。本当に。それが俺は切に願うんだよ。60までしっかり働ける仕事に就いてほしいんだよ、俺は。うん。じゃねえか？例えば。例えばなくてもいけんだろう。ちげんで、専業主婦に、したくねえんだよ。なぜなら、俺、専業主婦になったらさ、もうそれこそ俺の独壇場だぞ、ほんとに。やらせるぞ、家のことすべて、俺は。俺家帰ってきたらクソして、もう俺のケツも吹かせるぞ。その分俺が外で頑張るから。ケツ吹けっつって。四つん這いになってケツ吹かせる羽目なんだろ、俺が。目標のポーズで。吹けっつって。シワ、ケツのシワの間一本一本吹けってなるだろ。違う。年収1000万で子供二人って違う。聞け、借金俺したくないんだよ、一生。俺絶対、借金をしたくないの。で、うちの親、ね、大体二人合わせて年収1200万くらいなの。大体ね。両親の。それで、ギリギリなわけよ、ほんとに。うち二人兄弟で、ギリなの。って考えたら、1000万じゃ厳しいんだよ。ちげ、どんだけかちげえよ。余裕が必要なんだよ、余裕が。俺、奨学金とか一切借りたことないよ。で、父親は無職だけど、母親が頑張ってんだよ。年収600あれば楽に暮らせる。そうなの？俺が無知すぎんのか。年収600ってことは月50だろ？あ、じゃあ、わかった。変えよう。贅沢したい、俺、じゃあ。違う、だってさ、何が起こるかわかんねえじゃん。俺がさ、もしかしたらさ、36くらいでさ、事故ってさ、フルボッコになったらどうすんだよ。35でさ、俺がさ、ダメになっちまったらさ、奥さんに頑張ってもらわなきゃいけないだろう。じゃ、それが心配なんだよ。離婚したら俺が積もられんだろう。俺が積もられんじゃねえかよ、生涯。あー、なるほどね。保険とかな。まあそうだわな。じゃ、でもさ、お金ってさ、あって越したことないじゃん。いくらあってもいいもんだろ、金は。そうじゃねえのか。あえて稼がねえみたいなの。もったいなくねえか。うん。金はあった方がいいんじゃねえのか、絶対。うん。じゃ、だからさ、そうそう、ちげえんだよ。
じゃ俺ね、そんなにね、俺が一人でね、将来そんなね大金を稼げるっていう見込みはないんだよ。だからこそさ、彼女に頑張ってほしいんだけどさ、まあ厳しいわな今の彼女。彼女の考えやべえぞ。彼女の考えやべえぞ。天変地異だぞ。弱い女なら逮捕されるぞ。共働きじゃ、今日日さ、今日日共働きじゃないと厳しいよ絶対。そうだからさ、いろんな友達に紹介じゃねえ、相談するとさ、もうそういう人だと思って諦めねえよみたいなさ。ちょ、まださ、結婚もしてねえのに諦めるもクソもなくねえかって感じじゃない？結婚してたら諦めるけどさ。ああ、専業主婦って結構厳しいよ、絶対。専業主婦って結構厳しいもんじゃねえか？なかなか。うん。ちげえ、だから、じゃあ俺さ、彼女のことをさ、じゃ嫌いだったらもうツモだろ。嫌いだったら別れりゃいいじゃん。なかなか難しいんだよ、そこが。その境目。じゃあいいんだよ、別に。いいんだよ。ちげえんだよ、うちの彼女家事しねえんだよ。できるのにしねえんだよ。じゃあ、まあ、あれだぞ、ジャイアンだぞ。俺、ジャイアンと付き合ってると思えば。いいんだよ、それが。ジャイアンじゃ。うちの、俺の彼女、ジャイコじゃ。ジャイコ。ジャレコ、むしろジャレコ、俺の彼女。ジャレコ、俺の彼女。だってさ、おかしくねえか。で、ぶっちゃけさ、ぶっちゃけさ、俺さ、ちげえんだよ。ぶっちゃけさ、俺がもう、ね、でもなんていうの、もう両親とかにも紹介済みなんだよ、本当に。で、両親はもう、結婚待ちみたいな感じなの。じゃれこと。だけど、なんつうの？甘ったれてんだよ、マジで、ほんとに。甘ったれすぎなんじゃ。甘ったれが。甘ったれてねえか、どう考えても。結婚したら変わるわけねえだろ、お前。二十数年生きてきてさ、いきなり結婚して変わるはずねえだろ、そんな。変わるとしたら俺だけだよ。馬車馬。アリンコ。アリとキリギリスだよ、俺はもう。厳しいだろ、どう考えても。言ってんだけどさ。じゃ、まず、なんつうのかな。もうさ、あれじゃん。女は子供産んだら変わるぞ。マジか。諭してんだけどさ。どんぐれさ、まあ、いや、これやめよう。悟してんだけどさ、資源で変わんねえんだよ、ほんとに。結局、笑顔が可愛い女が一番だよ。何お前、綺麗にまとめようとしてんだ。まとまんねえぞ。やめねえぞ。あいつ、マジでやべえよ。マジでやべえ。こんな、てか、人類最強だよ、むしろ。考え方が。やべえ、マジで。積んでるわ。ちげえよ、なんかさ、もうさ、やべえんだって、なんかもうほんと、もう洗いざらい言えたら楽なんだけどさ、なんかいろいろあるで しがらみがあるんだろ。なんかさ、そう、俺の子供みてえ、俺子供育て、俺子供育ててるようなもんだぞ、ほんとに。じゃ、もう草、もう3年も付き合ってたらさ、もう腐れん、もう、なんつーの？そういうのが生まれてくんだよ、マジで。ほっとけない、みたいなさ。彼女何してるの？何もしてねえわ、ほんとに。生きてる。息吸ってるわ。菓子食ってる、菓子。お菓子食ってる、いつも家で。で、俺が何？汗水、脇の下を黄色くしながらさ、白い T シャツがさ、黄色くなるぐらいさ、働いて帰ってくんだろ？そしたらさ、なんつーの？なんでこんなに部屋汚すの？つってさ。目が片付ければいいじゃねえかよ！つって。
いいじゃねえか。俺の T シャツの話はよせ。いいじゃんさ、別にさ。もうなんかさ、勝ち負けとかじゃねえじゃん。やればいいじゃん、別に。掃除ぐらい。じゃねえか？掃除ぐらいすりゃよくねえか？ほんとに。掃除。俺が、そう言うんだよ。俺が、お前がやれよって言うの。じゃ、掃除すれ、じゃ、掃除してよって言うの、俺が。いや、してよって言うんだったら、あんたがやればいいじゃんってなるじゃん。ふざけんなよ！大黒柱にって。一本クソに向かって何言ってんだ、この野郎ってなんだろう。してくれりゃいいじゃん、別に。してくれりゃよくねえか？してくれればよくねえか、ほんとに。違う、二人でするってのわかるんだよ。じゃあ二人でするってのわかるんだけどさ、なんつうのかな、やっぱりさ、その、俺はさ、考え方が古いからさ、じゃあ考え方がさ、古いからさ、じゃ、考え方が古いから、やっぱり男が外で働いて女が家を守るみたいなところあんじゃん。そういうのが理想なんだよ。だったらもう働かないでいいよと。俺が食わしてってやるよってなんじゃん、それは。わかった、じゃあおめえ働かないで家守れよ、みたいなさ。俺が食わせるってなるじゃん。それがね、それすらなくてさ、何家でさ、ブク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 さ、飯食ってやがってさ、俺が何働いて、家でも働いて。何彼女はベッドで寝て、彼女はダブルベッドで寝て、俺は、パソコンの前で正座して寝る。過労死するわ、マジで俺。過労死するよ、俺。そう、配信。ちょ、ひどいんだよ。ちょ、でもね、違うんですよ。性格が悪いとかじゃないんだよ、ほんとに。バカなんだよ、マジで。ほんとにバカなの、なんか。将来を考えないんだよね。またやっちゃったみたいな。またやっちゃったよってなるんだよ。いつも。おっきい失敗して。またやっちゃったよ、うんこちゃんって。私はそう、悪気がねえんだよ、マジで。それがさ、まずいんだよな。じゃ、だから10代さ、10代のうちはいいけどさ、じゃ、もう20、もうな、20さ、もう20もなんと中盤に差し掛かるんだったら、ちょっとはさ、将来のこと考えようぜってなるじゃん。彼女大学行ってないよ。立ちが悪いんだよな、マジで一番。本当に立ちが悪い。なんかさ、本当になんつうの、悪気があってやってるんだったら立ちがいいじゃん、別に。悪気がねえんだよな、本当に。すげえもうね、立ち悪い、本当に。やっぱり定職についてさ、あーだこうだしてほしくねえか？子供なんだよ、マジで。超ね、俺にね、なんつうの？俺にね、競って、俺と戦、なんかね、戦ってくるんだよね。働いたことあるよ、もちろん。なんかさ、掃除したら負けみたいなさ。なんか自分が努力したら負けみたいな、なんかいるじゃん、そういう小学生。中学生なんだよね、ほんとに。うんこちゃんの両親は今の家事に対してどんな考え？おー、なんか仲いいよ、すげえ。うちの親父と俺の彼女は仲いいんだよ、めっちゃ。めっちゃ仲いいんだよ。ほんとに、すげえ仲いいんだよ。電話とかしてんだよ。うん。ほんとにね。なんつうのか、じゃあこの前旅行行った時もさ、じゃこの前言ったじゃん、俺、その家族旅行プラス自分の彼女で旅行行ったって言ったじゃん。別行動だったかね。お父さん、俺の彼女を、と、俺の姉ちゃん、三人ペア対俺一人だったからね。一人で俺プール入ってたわ。やっぱり一人が一番だな、つって。やっぱり男は一人よ、つって。みんながさ、みんなが仲良くショッピング行ってるのにさ、俺は一人でプールよ。プールサイドよ、俺は一人で。深夜に。彼女貯金なさそうなの？おぉ。貯金ね、もうクソも、やべえぞ。
その日暮らしだぞ、その日暮らし。